はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日もね、婚活系のネタをやっていこうと思います。ぜひよろしくお願いします。今日はね、婚活中の男性向けて、何か話そうかと思っているんですが、この中でね、婚活されてる男性の方いますか？はい、まあ、もしくはね、これからね、婚活を、しようと思ってる、まあ、男性の方でもいいんですが、ぜひ参考にしてみてください。まずね、婚活って、まあ、いつからするのっていう、まあ、問題があると思うんですけど、まあね、そう、人によって、まあ、全然違うと思うんですけど、まあね、20後半とかね、30とかね、まあ、男性だったら、まあ、女性ほどその年齢に対するそのなんだろう抵抗感がないから、例えばね、例えば男性 の29と女性の29って価値が違うじゃないですか。わかります？男性の29ってまだ若いんですよ。でも女性の29ってもうね、大変なんですよね。まあ逆に言えば、女性っていうのは若い時にね、ちゃんとね、結婚できなかった人っていうのは後にね、大変になるってことです。まあ女性っていうのは若い時にこう入れ食い状態でモテるから、そこは相当楽なんですよ。ただもうね、25とか6超えてアラサーになっちゃうと、もうね、かなり苦労しますね。っていう意味で、まあ、男性っていうのは最初はね、損なんだけど、後になればなるほど男性はお得になってくると。まあね、それはね、まあ女性が男性とか別にそこになんかあるわけじゃなくて、僕が言いたいのは、結局男性と女性でそこは違うよっていう話になります。なので男性の場合、まあ、29とかね、30で、婚活してもね、全然普通です。まあね、僕みたいに高学歴になってくるとね、まあそれぐらいが普通ですね。普通ですねっていうか、もう普通ですね。なので、まあ高卒の方とかは見られてるのかちょっとわかんないですけど、高卒の男性とかはもうちょっと早くしてもいいかもしれません。はい。で、まあね、男性でもその年代がいっぱいあるから、僕この後の話は一括りに言えないんですけど、まあ今のね、まあ、女性っていうのは結局ね、高いスペック、自分の女性自身より高いスペックの男性を求めるんですよ。これ男性の皆さん分かっておいた方がいいです。今の婚活の時代の女性っていうのは、女性がね、自分のスペックより高い男性を求める傾向にあります。で、高いスペックってじゃあ何って言ったら、その女性によってこれは違うわけです。だからその女性がなんだろう、持ってるスペックから高いところって言ったら、その女性によって違うわけで、そこを見抜くのはね、非常に難しいと思います。まあ大体のね、女性がね、身長が高くてかっこいいで、あと年齢がちょっと上とかね、まあ20代だったらちょっと上で、もうね、30過ぎてくると、もうね、ちょっと上とかがね、嫌になってくるんですよ。30代女性って、なんかね、40代以降の女性から非常に声がかかって、年上が嫌ってなってくるんですよ。で、年下がいいとか言い出すんですよ。これもね、30過ぎてね、40とかになってきたらね、年下でもいいやとか言ってね、偉そうに言ってるんですけど、40とかのおばさんを誰が年下の男性が欲しいのって、それ男性の立場になって考えてみてってね、僕いつも言うんですけど、その通りだと思います。これ男性の人はね、多分これ分かってくれると思いますよ。本当に。なので僕はそこはガチの話をやってます。まあ、最近女性のね、視聴者さんも増えたから、あんまりね、男性向けにね、こうなんか本音で話してると、なんかね、未婚のね、アラサーアラフォーおばさんにね、ブチ切れられるんですけど、違うんですよ。これは女性に向けての動画もやってるし、男性向けてもね、やってるわけで、そのどっちかがね、どうこうでいいって言ってるわけじゃないんですよ、僕は。何か一つについて議論するときには、どっちかの立場に立たないといけないんですよ。これね、分かってない女性が非常に多い。やっぱりね、学歴低い女性なんですよ。分かってない。結局ね、議論するっていうのはイエスかノー、どっちかの立場に立って何か言っていかないといけないと。だから、これ分かってないね、女性が非常に多いと思います。
まあその話は置いといて、結局ね、まあその男性のまあ年齢のその差もあるんだけど、まあ共通して言えるのはそのあたりかなと思います。で、あの結構ね、年配の男性で婚活しようとしてる人もいると思うんですけど、40、50とか60で、あのいると思うんですけど、あのまあね、男性みんなね、あの子供が欲しいわけで、まあ、子供できるようなね、30代女性がいいんですよ。40歳の、ね、男性も50歳の男性もそうなんですよ。もうそこはね、本当に正直になってやりましょう。あのぶっちゃけもうアラフォーのおばさんとかいらないですよ、男性の皆さん。まあ、ぶっちゃけね、あの子供欲しいし、まあ、30、本当に30代を狙っていきましょう。なんでそういう僕が考えかというと、ここからがすごいポイントですね。あの例えばね、40歳の男性が40歳の女性が欲しくないんですよ。子供もできない、あと女性のスペックとしても魅力がない、あとそのね、結婚して子供もいなくて、将来ね、自分が年取った時にこう財産をね、女性に食われちゃうんですよ、男性っていうのは。わかります？40代の男性って結構ね、あの今までね、こう真面目に働いてきた方非常に多いんですよ。これね、僕ね、本当にわかります。あの男性のね、40代で未婚の人ってね、本当に真面目に働いてきた人が非常に多い。まあ、中にはね、あの遊びほうけでね、あの夜のね、夜にのところに遊びに行く人もたまにいますけど、いますよ。あのもちろんあの男性だから、その気分転換に行くっていうのはもちろんあるし、それはわかるんですけど、比較的ね、その真面目に仕事して、あの本気でね、悩んでね、いろいろ取り組んできた方がね、これも非常に多いと思います。なので結局40代の男性とか 4,50 代でね、その 4,50 代の男性からして、僕が男性の立場だったらってことですよ。ちょっと熱くなっちゃったんですけど、僕が男性の、その 4,50 代の男性の立場だったら、40代の女性いらないですよ、マジで。やめた方がいいです。あの財産も食われるし、まあ、子供いないできないから財産も食われちゃうし、あのなんで今まで頑張ってやってきたものをその女性にあげないといけないのっていう価値観ですね。特にね、そのあたり強くね、僕はね、言いたいと思います。あの妥協するのももちろん、4,50 代の男性でもう妥協しようって思うのもね、もちろん大切なんですけど、一人でももちろん生きていけるわけでね、女性とね、話したかったら、まあ、夜のね、あのお店とか行ってもいいと思うし、なんか結婚してそのメリットがないんじゃないかなって思うんですよ、4,50 代の男性にとっては。だから僕はね、あんまりおすすめではないですね。まあおすすめ、結婚するんだったら、まあ30代の女性を狙った方がいいとは、まあ絶対思いますね。なので、そこは、まあ僕のこの、なんだろう、僕だったらこう思うっていうね、話をちょっとさせてもらってるんですけど、まあ僕もね、あのまだ30になったばっかりで、そんなね、偉そうなね、アドバイスしたらね、逆に怒られちゃったりすることもあるかもしれないんですけど、まあ僕だったらね、4,50になって未婚だったらね、なんか子供できない女性がまずいらないし、財産食われるのも嫌だし、それだったらなんか自分の趣味とかね、あのやりたいことやってね、あのなんだろう、こう自分のライフスタイル保つのがいいかなとはもう僕は思ってますね。まあ、逆にね、それできない、でも結婚したいんだったら、まあ30代を狙うね、が僕は理想だと思います。はい、ということで、今日もね、僕はまあ婚活系の話をやってきたんですが、今日はね、あの本当に男性向けで、男性でね、婚活されてる方に向けてね、今日ね、ちょっと初めて、こういうね、表題でやるのは初めてなんですけど、なんだろう、今日は男性向けだよとかね、そういうのはこう初めてになるんですけど、またこれからね、ちょっと機会があれば、男性向けの、まあ、もともと男性向けでやってたんですけど、なんかね、アラサーアラフォーのね、未婚おばさんがね、いっぱい見に来だしてね、ちょっとね、炎上仕掛けてるっていうかね、ちょっとね、ブチ切れで切れかけられててね、困ってるところはあったんだけど、まあちょっと今日は久しぶりにちょっと男性に向けて、ちょっと、やってみました。まあ、僕、いつも、女性に向けてやってる時と、なんだろう、何も言わずにやってる時と、あと、なんだろう、あれか、
なんだろう、自分の今の進捗状況を語ってる時と、まあいろいろあると思うんですけど、今日はまあちょっと男性の皆さんに向かって、まあ30になって若い僕なんですが、一回り二回り上の、まあ、方にちょっと言うのは本当に僕の考えをね言うのは失礼かと思うんですが、ぜひ、まあ参考にしていただければと思います。はい、では最後に、チャンネル登録といいねとぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。